東町田墳墓群東町田墳墓群は、岐阜県大垣市中半町麻生東町田にある、弥生時代から古墳時代にかけての墳墓群。国の史跡に指定されている。平成3年から平成6年にかけて中半町の区画整理を実施するにあたって、発掘調査が行われ、看護集落、法径集公墓、円形集公墓や前方後方型集公墓を含む、 弥生時代中期から中世に及ぶ遺構が発見された。その後も発掘調査が継続的に行われ、縄文時代から中世にかけての遺物が出土している。方形集合墓には、吹き石や埴輪が見られず、弥生時代後期から古墳時代初期のものと見られている。遺跡は、金星山の裾野から広がる、標高13メートルから19メートルの大地に、所在し、 比較的洪水の被害を受けにくい地形として、古くから土地利用されていたものと考えられている。二重の堀に囲まれた、観光集落北側にある大地の高所に墓域が設けられていた。その一部はかつて居住区であったとみなされている。方形集構墓の大きさは、精霊市零四が10メートルを超えるほかは、おおむね10メートル弱で、埋葬施設は消滅してしまっており確認できない。 墳墓に関連する遺物としては、絵画時や新社が付着した石臼、高月、三足壺、受け口上公園壺、二重公園壺、S 字上公園台付け亀、パレススタイル壺などが見つかっており、出土品の傾向から、大御子北と関係ある勢力であったことが伺える。また、一部の遺物はベンガラによる彩色が施されており、鉄の産地として知られていた。 金星産由来の可能性が考えられている。これらは大垣市歴史民俗資料館で保管されており、特に絵画土器については大垣市の指定文化財となっている。前方後方型集工房は、精霊市令2と精霊市10の2機が発見されており、精霊市令2は全長21メートルで後方部は12メートル13メートル、精霊市10は全長16.6メートルで、 広報部は10.2メートル11.4メートルの大きさがあった。遺跡の墳墓群は、東海地方における、弥生時代の母星から、古墳時代の母星への変遷を伺うことができるとして、平成29年に、国の史跡に指定された。南東方向、約2キロメートルの場所には、ほぼ同時代の集落跡で、ある、荒尾南遺跡がある。ありがとうございます。